人の足跡、南イタリアからイングランド王へ、そしてシチリア王国の創設まで。こんにちは、皆さん。今日は中世ヨーロッパを風靡したノルマン人の壮大な活躍について話します。彼らはどのようにしてヨーロッパ史にその名を刻んだのでしょうか。1. ノルマンディから南イタリアへ、ロベール・ギスカールの軍事的名声。ロベール・ギスカールの南イタリアへの進出はノルマン人の輝かしい歴史における一大章であり、地中海の歴史をも塗り替えた出来事です。遠くノルマンディから地中海へとその野望を広げたノルマン人は、1059年、教皇アレクサンダー2世の承認を受けて南イタリアの征服に乗り出しました。この時、教皇はロベール・ギスカールを南イタリアの公に任命し、彼に対抗するイスラーム勢力やビザンツ帝国軍への勝利を期待しました。ギスカールのリーダーシップのもと、ノルマン軍は多くの戦いで勝利を収めました。彼らの戦い方は、勇敢かつ戦術的に巧みで、当時のヨーロッパにおいて最も優れた軍事力の一つとされるに至りました。ビザンツ帝国や地中海のイスラーム勢力といった強大な敵に対しても、彼らは一歩も退かず、数々の勝利を挙げてノルマン人の名声を高めました。この軍事的成功は南イタリアにおけるノルマン人の支配を確立し、後のシチリア王国の基盤を築きました。またこの成功は地中海地域における新たな勢力の台頭を意味しており、ヨーロッパだけでなく地中海の政治地図にも影響を及ぼしました。ギスカールの手腕とノルマン軍の勇猛さは、南イタリアでの彼らの活躍を通じて地中海全域にその名を轟かせることになりました。 2. イングランド征服、ウィリアム一世の栄光。ノルマンディ公業務のイングランド征服は、1066年のヘイスティングズの戦いでの壮絶な勝利によって頂点に達しました。ウィリアムの征服について見ていきましょう。イングランド上陸、ノルマンディ公業務の野心。1066年秋、ヨーロッパの歴史において一つの大きな転換点が訪れました。この年、ノルマンディ公業務は自身の野望とノルマン人の未来を英国の地に託しました。彼の目的はイングランド王位を獲得することにありました。その主張は、教皇からの特別な支持教皇旗を掲げる特権を授けられることで、さらに正当性を帯びました。この象徴的な旗は、業務の野望に神聖な承認を与え、彼の軍事遠征における道徳的な支柱となりました。この権威ある支援を受けて、業務は大軍を率い、海を渡りイングランドに上陸します。この歴史的な行動は、イングランドの未来を決定づけることになりました。業務の軍事的才能と戦略的洞察は、彼が率いる軍隊を勝利に導きました。この上陸はイングランドにおける新たな時代の始まりを告げるものであり、ノルマン人の影響力をこの島国に永遠に刻み込むことになりました。業務の上陸はただの征服劇ではなく、イングランドの政治的風景を根本から変える出来事でした。彼の軍事遠征はノルマン人の軍事的名声を英国の地に確立し、後世にまで続く影響を及ぼしました。イングランド王位への彼の主張は、教皇からの特別な旗という形での支援を受け、その野望を実現させるための重要な後押しを受けたのです。ヘイスティングズの戦い、ウィリアム一世の戴冠。1066年、ヘイスティングズの戦いはイングランドとヨーロッパの歴史において決定的な転換点となりました。この戦いにおいて、ノルマンディ公業務はイングランド王ハロルド2世を破り、英国の歴史を新たな方向へと導く重要な勝利を収めました。業務のこの勝利は、イングランド王位への彼の継承権を確固たるものにし、彼のリーダーシップと軍事的才能を英国の地に永遠に刻み込みました。戦いの後、業務はイングランドの新たな君主としてウェストミンスター寺院で盛大に戴冠されます。この戴冠式は、業務がウィリアム一世、征服王としてイングランドにおけるノルマン朝の創始者となった瞬間であり、英国の政治的風景を永遠に変える出来事でした。彼の戴冠はイングランドだけでなく、ヨーロッパ全体においても重要な歴史的意義を持ち、ノルマン人の影響力がイングランドに確立されたことを象徴しています。ウィリアム一世の治世は、イングランドにおける政治、文化、社会の構造に深い影響を及ぼしました。彼の勝利と戴冠により、イングランドはノルマン文化の影響を受けることとなり、業務の統治下で法律、言語、
建築などの多くの面で変革がもたらされました。またノルマン朝の創設は英国における中央集権体制の強化と封建制度の導入という後の歴史に深く影響を与える基盤を築きました。 3. シチリア王国の成立。地中海におけるノルマン人の王国。1130年、地中海の歴史において特筆すべき出来事がありました。それはオートビル家のルッジェーロ2世が教皇によってシチリア王として承認され、シチリア王国が成立した瞬間です。この重要な瞬間はノルマン人の地中海における野望の結実を象徴しており、シチリア島やナポリを含むイタリア半島南部全域がノルマン朝の支配下に入りました。オートビル家によるこの地域の征服はノルマン人の軍事的才能と戦略的洞察の証であり、彼らがビザンツ帝国やイスラーム勢力を打ち破り、地中海における新たな勢力としての地位を確立したことを示しています。ルッジェーロ2世の下でシチリア王国は中世地中海世界における政治的、軍事的、そして文化的な中心地となりました。シチリア王国の成立は地中海地域におけるノルマン人の影響力を不動のものとし、彼らの海外進出と地域支配の成功を世界に示しました。この王国は異なる文化が融合し、経済や学問、芸術が花開くた文化社会を築き上げました。またシチリア王国はヨーロッパ、アフリカ、中東との交易の要所としても機能し、地中海貿易における重要な役割を果たしました。ルッジェーロ2世の統治はシチリア王国を中世ヨーロッパにおける先進的な国家の一つへと変貌させ、後の歴史に大きな影響を与えることとなりました。シチリア王国の成立と発展はノルマン人が単なる征服者以上の存在であったこと、彼らが地中海地域の歴史において重要な役割を果たしたことを証明しています。まとめ。ノルマン人の輝かしい歴史はロベール・ギスカールの南イタリア征服、ウィリアム一世のイングランド王位獲得、そしてルッジェーロ2世によるシチリア王国の創立という3つの重要な出来事によって、地中海から英国に至るまでのヨーロッパの歴史に深く刻まれています。1059年、ギスカールが教皇の指示を受け南イタリアを征服し、その勇猛さでノルマン人の名声を地中海に轟かせました。続く1066年、ウィリアム一世はヘイスティングズの戦いでイングランド王位を獲得し、ノルマン朝を創始し、イングランドの社会と文化に永続的な変化をもたらしました。1130年にはルッジェーロ2世の下でシチリア王国が成立し、地中海地域におけるノルマン人の影響力を不動のものとしました。これらの出来事はノルマン人の軍事的才能と戦略的洞察を証明し、彼らがヨーロッパ史において重要な役割を果たしたことを明らかにしています。この動画がノルマン人の活躍についての理解を深めるきっかけになれば幸いです。面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。コメントでの感想や質問もお待ちしています。それでは、次回もお楽しみに。さようなら。